受賞したのは岡山市を拠点に練習している車いす陸上の生駒知季選手と佐藤知季選手です。岡山県庁で行われた授与式では茨城知事から2人の選手に賞状と記念品が手渡されました。世界パラ陸上選手権で生駒選手は 400m ユニバーサルリレーでアンカーを務め日本の金メダルに貢献。佐藤選手は 1500m を制し3連覇を達成しました。競技者としてこうご評価いただいたっていうことに、大変ありがたく感じておりますし、金メダルを獲得して、支えてくださっている県民の皆様に、感謝の気持ちをお伝えできたらと思っております。来年の、パラリンピックに向けてまたさらに、こういった表彰していただけるようにしっかり調整していきたいなという思いが強く湧き上がりました。県スポーツ特別顕彰はこれまでに延べ57人が受賞していて、生駒選手は初めて、佐藤選手は3回目の受賞です。